武田バーベキューとキャンプな休日。今回は以前番組にも登場したギア王子ことラキャンピンのたくむさんが相方を連れて再び登場。普段 YouTube を中心にホームセンターギアからガレージブランド、さらにはキャンプハックなどを紹介するラキャンピン。キャンプシーズン到来を前にラキャンピンおすすめの初心者ギアを大特集。今回は2人で来てくれたという。本当は2人なんですよね。そうなんですよ。ちょっと お名前聞いてもいいですか。京太と。京太さん、はい。どういう役割なんですか、ラキャンピンで。完全に横動画の編集とか作成はこっちで、ショート、縦動画の編集とかは僕がやる。あ、そうなんですね、はい。たくむくんが出役ですよね、はい、基本的に。基本的にそうです。はい、で、こう編集とか撮影を一緒にやってる。そうですね、はい。そんな2人をお迎えして、今回は奈良県にある月ヶ瀬炭焼アウルキャンプ場からお届け。ソロからファミリーまで楽しめる大小さまざまな区画が12サイトあり、徒歩1分圏内に温泉施設や農産物直売所も。炊事場は温水も出て、さらにトイレも水洗で使いやすく清潔。設備が充実のキャンプ場です。これすごい。この辺は結構初心者ギアなんですか、全部。そうです、もう僕が今初心者に、はい、もし戻れるんやったらこれ買うわっていう道具だけ。なるほど。どれぐらい あのギア量持ってるんでしたっけ。今もうアパートやったら2軒分は埋まっちゃうぐらいのレベル。アパート2軒分。はい、じゃあ間違いないアイテムですね。ではそんなたくむさんおすすめのギアを早速見ていきましょう。テントから聞いていってもいいですか。はい、テントから行きます、はい。ちょっと変わった形の、はい、なんかコンパクトでありながら全室がでかいですね。そうなんですよ、うん。このテントが小川のステイシー ST2 っていうテントです。ドーム型テントとツールームテントを融合した形のテントで、はあはあはあ、だからすごいベーシックな形ではあるんですけど、うん、2つのテントのいいとこ取りしてるんで、すごい居住性が高いんですよ。なるほど。だってこの、ね、寝床の部分と同じぐらいこの前室も広いですもんね。これは知ってましたか。僕全然知らなかった。全然知らなかったんですね。実は裏方仕事が多い京太さんはギアにはそこまで詳しくないそう。初心者目線とたくむさんの玄人目線がうまくバランスも取れたチームだったんです。僕椅子に関してはすごいお金かけていいと思ってるんですよ。あ、なるほど、はい。ここはもうずっと座ってるものなんで、はいはいはい、まあ、しっかりいいのを買っとこうっていうのでチョイスした。これはどちらの椅子ですか。はい、これがオンウェイから出てるコンフォートローチェア。コンフォートローチェア、うん、めっちゃ丈夫なハンプ素材でできてて、うんうんうん、もしこう裸足とかで待って立ったとしても全然きしまないぐらいにすごい丈夫な針がしっかりしてるっていうロータイプのねチアで、あ、確かにでしょ。すっごい座り心地で深いですね、はい、結構。そうなんですよ。で、あとこのアームのカーブが絶妙にいいです、はい、そうなんです、ね、手が置きやすい竹でできてて、うん、でこの木の温み紙があるっていうのも、なるほど。ここの部分がウェーブがあるのもあんまりないよ、ね、はい、ないです。ゆっくり時間が長かったら本当にこれぐらい深く座れる方がいいかもね。はい、そうなんですよ。なるほど。首の後ろまであってっていう。そしてテーブルは熱、傷、汚れに強いユニフレームの名作焚き火テーブルをチョイス。さらにバーナーは信頼のブランドソトをセレクト。これがまあ2024年、うん、ソトから出る最注目アイテムの一つだったんですよ。ST350トライトレイル。トライトレイル、はい。310がね結構有名で、うん、ね、ゆるキャンなんかでもこう、そうですね、バッと爆発的にヒットした、それの新しいモデル、はい、そうなんです。ソトの ST350 は多くのキャンパーに愛されているシングルバーナー ST310 の後継機。あえてこちらを最初のバーナーとして買う、そのメリットと魅力とは。僕全種類持ってるんですけど、そのバーナー。お、全種類持ってるの。全種ありますね。お、けどそんな金もこれ今買います、僕やったら。なるほどね、はい。これの絶対的な特徴が、うん、もうガスバーナー、特にこういうカセットボンベ使うタイプのバーナーで、うん、もう群を抜いて軽いモデルなんですよね。あ、軽い。そうなんですよ。軽い。京太くん持ったことある。それは持ったことない。持ったこと、ちょっと持ってみ持ってみ。軽い。これは軽い。軽い、めちゃめちゃ軽いですね。実は310の半分以下の重量なんですよ。
これチタンでできてるんですよ、ここが。チタンは軽いよね。そうなんです。前のはステンレスってこと？ステンレス製です。なるほど、はい、でもう一つ310使ってた時に、うん、あるあるやったんが、こう動かそうとした時にパッて持っちゃって熱っみたいな、うん、あるある、水ぶくれになっちゃうっていう。めっちゃそれありましたね。それでこのチタンって熱伝導率が低いんですよ、うん、だから普通に鍋温めた後とかに触っても熱くないんですよあんまり。ちょっと僕実は外の人に一回これ の説明受けたんですよ、はい、そのこと言うてなかったっすよ。外より詳しい超えちゃいました。外より外のこと詳しい。そして料理するクッカーはコスパ重視の使いやすいものをチョイス。これはどちらの鍋ですか？これがまあダグの焚き火缶っていう。焚き火缶、はい、はいはいはい、すごいシンプルな名前なんですけど、うん、まあ、すごい昔から実はこういう形のクッカーっていろんな会社が出してたんですよ、はいはいはい、でまあ、ホットン社のビリー缶っていう、うん、まあ、知る人ぞ知るアイテムがあるんですけど、うん、その形がそのまんま現代に蘇ってるのがこのダグの焚き火缶。ダグの焚き火缶はアルミ製で2つの鍋と蓋がついていて、蓋部分はお皿や簡易のフライパンとして使うことも可能。スタッキングもできてコンパクト収納。お値段3520円とお求めやすいのも嬉しいところ。このアルミだからこうやってススついて、そうなんですよ、なんかね育っていく感じ、はい、これ初心者の方見てると思うんですけど、これはね汚れてるんじゃないんですよ、育っていってるんですよ育ててるんです、ね、これいい表現ですよね、キャンプって。そうなんですよ。なるほど。でこれがおすすめと。これがいいですね、アルミ製っていうのもまた一つの魅力で、ほう、まあ、こういう系のクッカーって基本的にステンレス、アルミ、うん、チタンの3種類ぐらいが多いんですけど、うん、はいはい、まあ、熱伝導率とっても軽さとっても、うん、やっぱりすごいバランスがいいのがアルミ製なんで。なるほど。そういう癖のなさって言ってもやっぱアルミが最初はいいのかなって。あ、まあ、じゃあこれじゃなくても迷った時はちょっとアルミ製品を手に取ってみるのがいいと、はい、最初はおすすめですね。なるほど。テントや椅子、テーブルなどは長く使えてそこそこしっかりしたものがやはりおすすめ。バランスよく長く楽しむにはお金をかけるところとかけないところの見極めが必要みたいですね。さあ、そしてちょっと気になるのはこのランタンと、はい、ランタンハンガー、はい、これはどちらのですか、それぞれ。このランタンがまずピナートっていう、うん、中華製のメーカーなんですけど、ほうほうほう、すごい安いんですよ、うん、2つで1800円とか。あ、2個セットなんですね。そうなんです。安いっすね。はい。ゴールゼロなど人気のランタンでも1個およそ5000円の値段がする中、こちらの LED ライトは2個で1850円。さらにマグネットなどがついていて多用途に使えるのも嬉しい宝。さあ、そしてこれ、はい、ちょっと変わった形してますけど、はい、これはどこのなんですか？これが東京クラフトっていうメーカーから出てるサンセットハンガーっていう。サンセットハンガー、はい、ランタンポールですね。これはペグで打ち込んで、はい、ペグで打ち込んで、これでテンションかけてるってこと？そうです、それで曲げてるって感じです。キャンプの夜は想像以上に暗く、テーブルの上などに置いても明かりは限定的。ランタンハンガーで高さを出すことで全体を明るくすることができます。値段は抑えてでもぜひハンガーはお忘れなく。そして CM の後も初心者におすすめのギア、さらにはこの夏のお役立ちアイテムも。さあ、そしてテントの、ね、中に入ってたギアを持ってきてもらったんですけども、はい、だから寝る時に使うアイテムってことですよね。そうです。これですか？まずこれです。はい、これがワークマンから出てるマットで。銀マットじゃないですか。そうなんですよ。ほう、どういったところがおすすめなんですか？圧倒的な安さなんですよ。圧倒的な安さ、はい、実は1000円台前半なんで安いって言われるやつで2000円以上なんですけど、うん、ワークマンついにその値段で出してきたかところなんですよね。ほう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 。もう一つ特徴があって、うん、実はちょっと幅が広い。思った、そう、ちょっと広いよね。ですよね、うんうんうん、まあ、ほんまにこれぐらいの話なんですけど、うん、意外と寝そべってたら結構これでも違うんですよ。わかる、はい、うんうんうん、ちょ、幅広でしかも普通より安いってのはお買い得よね。めちゃくちゃお買い得です。
マットとともに必要なのが寝袋。暑い夏にはこちらのスナグパックのジャングルトラベルブランケットがおすすめ。一般的な毛布よりかさばらず軽量で使い勝手も抜群です。さあそしてこっちの方は寝袋、はい、こっちがまあ春から秋に使うやつ、うん、これどこのブランドですか。これがフィールドコアって、うん、これもワークマンから出てるやつ。ワークマンブランド、はい、へで寝袋って結構高いの買っといた方がいいっていう意見多いアイテムだと思うんですけど、僕春夏秋の3シーズン用は、うん、安いのでいいと思ってる派なんですよね。ほう、え、これでおいくらぐらい。これ1万円弱です。1万円弱、はい、でこれで春夏秋までいけんの。までいけます。これをダウン、これアルミフュージョンダウンって言って。何ですか。フュージョンダウンってやつが、まあ、混合なんですよ。ほうで、化学繊維の中綿が 60% ほうでダウンが 35% でほう、まあ、羽があと 5% 入ってるっていう混合の綿ですね、はい、あの裏地もかっこいいですね。そう、これがアルミフュージョンダウンのアルミって言ってるやつですね。化学繊維のデメリットって寝袋入ってから温まるまでの時間が、うん、まあ、ダウンに比べたら時間かかる。家とかでバッて布団かぶってからまだ冷たいなっていう時間あるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのが起こるのが化学繊維の寝袋なんですけど、その弱点を潰しに来てるのがこれです。潰しに来たんだ、はい、そこの弱点を。一瞬で温まります。ちなみに夏には少し縁遠い焚き火台はピコグリルがおすすめ。コンパクトに折りたためる焚き火台で専用ごとくがついていて高さ調整が可能であったり、標準サイズの薪がすっぽりと収まるので使い勝手も抜群。ではここからは夏にぴったりなアイテムを紹介。クロートキャンパーさん、いつもキャンプやってるよって方にも、はい、おすすめのアイテムを持ってきてくれたということなんですけども。そうです、えりすぐりの夏キャンプ道具です。ほー、じゃあちょっとこのでっかい、はい、これから聞いていいですか。あ、これがホームセンターギア使われますか、はい、ホームセンターギア出身なんですよ僕。あ、そうなんです、ね、最初ホームセンターばっかりで買い揃えてたんで、もちろん使いますよ。あ、そうなんです、ね、はい、待望のホームセンターから出たソフトクーラー、うんうん、コメリから発売された。あ、しかもコメリ。そうなんです、2024年の新作で。ほう、これ僕検証しました。車内に30度以上の空間で放置で試したんですよ、うん、じゃあ氷2パック入れたら、うん、一晩以上持ちます。30度以上のとこで。はい、すごいね。コメリのタフクーラーバッグは2センチの極厚ウレタンを使用し、抜群の保冷力と収納力を発揮。何よりこのデザインと値段はコスパ良しですね。さあそして、はい、この辺はどういったアイテムでしょうか。これが、うん、もう夏といえばその暑さ対策と、うん、もう一つ虫ですよね。で、まあ、最低限これ2つあれば、うん、もうかなりしのげるなって信頼してる道具。あ、教えてほしいです、はい、その中に入れてるのが、うん、紫色の蚊取り線香。そうなんです、ずっと嗅いでられるような。ラベンダー。はい、ラベンダーです。うんうんうん、いい香り。そうなんです、これが、うん、アース製薬が東南アジアで使うような場合を想定してすごい強力な虫を結構作ってたんですけど。なんか東南アジアの虫って強そうですもんね。強そうですよね、うん、でそういうところでも通用するものを今度は日本に逆輸入してきた。いや、こんなん日本の虫太刀打ちできないでしょ。そうなんですよ、めっちゃ煙出てへえ、もうすごいやっぱ効果的やなって思ってるんで、僕は最近こればっかり使ってますね。なるほど。さらに合わせて使いたいのがこちら。これも同じくアース製薬から出てるやつなんですけど、うんうんうん、これの魅力がこの30。ほう、なんですか、30周年ですか。アース製薬ディート成分が実は 30%。 何成分。ディートって。ディート、第二次世界大戦の時にジャングル戦。ちょっと待ってください、なんか入りがミスターシューですね。なんか第二次世界大戦とかから。でもこれで第二次世界大戦の切り口いけます。いけます、いけます。ちょっと聞きたい。世界大戦の時にジャングル戦を行ってて、うん、やっぱり虫刺されとかっていうのに兵士たちはすごい苦しんだんです。はいはいはい。の時に開発されたのがディートっていう成分。あ、成分の名前なんですね。はい。で、これがまあ 30% っていうのが、うん、まあ、日本で売っていい上限値なんですよ。あ、でも最大分入ってると、はい、そうなんです。へ、だからこれ 10% とかのやつは結構お子さんとか
にも行けるんですけど、30のやつって、まあ、割と大人用なんですね。その代わり6時間ぐらい塗らなくていいんで。なるほど、はい、これ6時間も持ったら、まあキャンプ場着いてからパパってやっとけば夕方ぐらいでもまだ効いてるんで、なるほど、ね、資格なしっていう感じですね。はあ、勉強なるね。いや、なりますね。すぐ買いたいぐらい。相方詳しいな。ギアには疎い京太さんですが、実はガキャンピンの料理担当。今回はマルチグリドルとナンで作るお手軽ピザを紹介してくれました。いや、僕もねマルチグリドルは使ってるんですけど、まあ、ピザは作ったことなくて。あ、はいはいはい、はい、どうやって作るのかちょっと。ただピザの生地じゃなくて、ほう、無印良品のナンの粉を、あ、これ粉なんだ。はい、これを粉を作る。あ、じゃあ今から作っていくってこと。そうですね。素晴らしい。あとは本当にもうミートソースとチーズを乗せて焼いて。あ、これももう袋に入ってる、はい、へー。まずジップロックを。はい、ジップロックを、はいはいはい、まあ、ジップロックの中でもう生地を作っちゃう。あ、なるほどね、はい、ボールでこうこねるとかじゃないんだ。はい、でまずこれを、はいはいはい、入れます。おさっと、はい、もう全部入れちゃっていい。全部入れちゃっていいです。めっちゃ読んでるやん。読んでない感じでめっちゃ読んでる。いや、全然見ながらでいいから。全然見ながら。分量忘れてしまった。置きながらもこう置いとこう、置いといて。水とか大事やから。あ、はい。いつも僕はちょっと計量カップとかあんまり使わない。ちょっとなんか出てきそうやな。教えて。まあ500ミリリットル。うん。全然出てこないんですけど、うん、5分の2入れるだけです。それ何のあれでもないやん。5分後に200入れたい時はあれでもない。何のあれでもないな、はい、ただごめんこれ、はい、よく見たら550入ってるからもうちょっとあれかもな。うん、でもまあやっていこう、まあ、行こう一回ちょっ と, っっ、まあ、ちょっと後から調整して。そういうことね。ナンはオリーブオイルを適量入れてあとはこねるだけ。生地がある程度まとまったら10分ほど寝かしておきましょう。さあ10分経ちました。できましたね。どうですか、生地いい感じですか。いい感じですね。まあ、ちょっとさっき 550ml だったんで、うん、ちょっと若干水多いかもしれない。ですよね、ですよね。ちょっと水分多めですが、生地を取り出したらマルチグリドルに円形になるように伸ばして貼り付けていきます。ソースなどがこぼれないように耳をしっかり作っておくのがポイント。さらにミートソース、モッツァレラチーズを乗せて準備完了。アルミホイルで。あ、なるほど、上の熱はもうアルミホイルでいくと。はい、アルミホイルでマルチグリドルに蓋をしたら、あとは焚き火の上で10分間焼いていきます。火が強くなりすぎないように注意しましょう。さあ、というわけでピザができましたね。やっとできました。すげえこれ。なんとか。いや、なんか最初はどうなることやらと思ってましたけどめっちゃうまそうじゃないですか。確かに、ちょっと揚げていきたいと思います。ねえ、お願いします。ピザは最後にもう一手間、表面をバーナーで炙っていき、チーズ、生地に焼き目をつけていきます。全体をまんべんなく炙れば、こんがり美味しそうなピザの完成です。このスープがすごいね。すごいっすね。ダクダクやね。ダクダクっすね。多分こぼれるかもしれない。こぼれちゃう。いや、それがいいですよ。うまそうですよ。わあ、いいね、それいいね。いいね。うわ、すげえ。もちもちだ。もうこの弾力でわかる。耳の分厚いとこ行こうかな。いただきます。あっぷー、あっぷー、あっ、耳の分厚いとこやばいぞこれ。熱々ですよ。熱い。でもここ食いたい。うん、あ、おいしい。うまいっすか。もっちもち。そこがサクサクしてて、はいはいはい、この食感2段階で楽しめるのが最高。もちサクです。もちサクです。で、このもうね、たっぷり入れたソース、これやね、こんぐらい入れなあかんね、やっぱり、はい、ナイスバーベン。あれ、ナイスバーベン。どうですか、前はね一人でこう話をお伺いしたんですけども、こう二人で今後こういうことしたいなみたいなんてありますか。30までにやりたいことっていうのが、二人でこうラキャンピンハウスっていうのを作りたくて。何ですかそれは。
彼がこんな感じで、まあ、料理すごい好きで、うんうん、だからなんかファンの方と交流しながら、うん、なんか食べ物も出て、うん、っていうのでその、まあ、キャンプ場みたいなものを作りたいなと思って、ね、あ、キャンプ場ね、はい、めっちゃいいやんかそれ、補いやってるもんなんめちゃくちゃいいコンビありがとうございます、うん、いやなんか動画もっと出していったらそうなんですよこの雰囲気とか、はい、キャラクターもあるしもうすっごい親しみやすくって、うん、動画で多分見る以上に知ってもらいたいなっていうのはめっちゃあるんですよ。そうなんかすごいほんわかしてるから、はい、ね、料理も上手やし、いやこれでもねまたね見てる方で雰囲気いいよねとかって、はい、2人のファンをねぜひとも獲得して、はい、ちょっとなんかイベントでもいいから一回ね会える機会とか作ってほしいですけどね、はい、2人特になんか料理食べれる、はい、機械とか、ね、あ、はいはい、あれば機械で振る舞ってたし、も今日もね初心者向けの、 あの何を買えばいいか困ってる人もこれで結構助かった人もいると思いますので、またちょっとぜひ出ていただけたらと、はい、はい、何でも聞いてください。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。番組からイオユーザー限定視聴者プレゼント、今回紹介したアイテムの中からコメリのタフクーラーバッグを2名様にプレゼント。プレゼントは番組ホームページの応募フォームから番組アンケートにお答えの上ご応募ください。締め切りは7月18日木曜日までです。お待ちしております。次回の武田バーベキューとキャンプな休日は、キャンプを習い事に、子どもたちの成長や挑戦、学びの場としてキャンプスクールを行うできるキャンプアカデミーからクイックさんが初登場。武田バーベキューも生徒になりキャンプスクールを体験、子どもたちが笑顔になる新しい取り組みをご紹介します。